のびちゃん来ました。のびちゃん、のびちゃん、あれ外でチャリチャリ言ってるな。あっちの方にはベランダには静香ちゃんがいるみたいだ。来るのか。静香ちゃん来た。静香ちゃん、静香ちゃん、静香ちゃん。静香ちゃんは素通りして行ってしまいましたね。みーちゃん、今日は日曜日なんですけれども、朝から雨が降ってます。寒いです。めっちゃ寒いです。見てください、これ。私この長袖のトレーナーを着てます。そのくらい寒いですね。だからさっきこのホットコーヒーを入れて作ったんですけど、今日はあったかいコーヒーがすごく美味しいですね。みーちゃん、そうそう、みーちゃん朝からギャギャ泣くんで、小雨降ってたんですけども、のびちゃん散歩連れてきました、ね、竹の葉っぱのところはですね、雫がいっぱいついて、のびちゃん体中びしょ濡れになってしまいました。静香ちゃん、静香ちゃん。そうそう、このヘッドホンなんですけれども、ワイヤレスのですね、どうも馴染めなくてですね、返品しようかどうかですね、ずっと悩んでます。返品期限はもう迫ってきてますね。1ヶ月以内ってことなんで、どうしようかなと思ってるんですけど、これが今まで聞いてたソニーのヘッドホンですね。これ聞き比べてみたんですけども、もう全然問題ないぐらいですね。こっち音悪いですね。音悪いんですけども、もともと格安のやつなんで、返品してですね、なんか送料負担しろとか言ってきてるんで、そうするとほとんどあまり戻らない感じになっちゃうんで、ちょっとそれが頭の痛いところですね。みーちゃん、うん、ねえ、みーちゃん。ゴロゴロ言ってますね。最近は静香ちゃんと結構喧嘩しますね。昨日も静香ちゃんと喧嘩した。ねえ、場所取り合戦で、ね、もともとのび太くんがそこで寝てたんですけども、ベランダに行ってですね、戻ってきたらそこに静香ちゃんがいたんで、のび太くん怒ってですね、静香ちゃん猫パンチして追い出しました。ダメでしょ、そんなことしたら、みーちゃん。ねえ、静香ちゃんだってその場所が好きなんだから。喧嘩しないでね。お願いしますね、みーちゃん。それじゃあね。